平賀徳太郎から1919 19年5月13日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍少将。広島県出身。平賀百左衛門の息子として生まれる。1891年7月、海軍兵学校を卒業し、1894年3月、海軍少尉任官。日清戦争では海門航海士として出征した。 1895年2月、高千穂文大使となり、以後、吉野公会氏、八島会港委員、同文太長、大島公会長、平円公会長、常備官大参謀、佐世保陳府参謀などを歴任し、1900年9月から1903年7月まで、東宮部官を務めた。1903年7月、出雲法術長心得となり、同年9月、 海軍少佐に昇進し、出雲法日町に就任。日露戦争に出征した。1905年4月、軍令部参謀、大本営海軍参謀、参謀本部部員に転任。1908年12月から1912年5月まで、在米国大使館副部官として、ワシントン DC に駐在。1911年12月、海軍大佐に進級した。帰国後、 1912年9月、津島艦長となる。その後、浅間艦長、生駒艦長、舞鶴鎮守府参謀長、第三艦隊参謀長などを歴任。1916年12月、海軍省将に昇進した。1917年5月、海軍教育本部第一部長兼、第二部長に就任し、1918年7月、臨時教育会議員に就任。 同年11月に退名となり、1919年5月に現役で死去した。弟は平賀譲る。ありがとうございます。